大会組織委員会は昨日、東京オリンピックを来年7月23日に開幕することを決め、小池都知事はマラソンと競歩について札幌開催を容認する意向を示しました。鈴木知事は今朝、今まで準備していたものが活かせると歓迎しました。日程は決まりましたけども、もうその前提として、そういったコロナウイルスに打ち勝つとこういうことがあるわけですから、その点にしっかり集中していく。秋元札幌市長も昨日夜、大会の成功に向けて引き続き開催都市の責任を果たしていくとのコメントを出しました。